じゃん。石川県小松市の新スポットのハニベ洞窟院に来ました。ドーン。半分の大仏様がでかっ。でかっ。ちょっと入ってみましょう。はい。ハニベ洞窟院。はい。入ってきますね。すごい。入ってすぐになんか。かわいいの。これすごい。めっちゃ可愛いねんけど。かわいいんですけど、お誰白馬白馬白馬、いやおもろい、遠足みたい、遠足みたい。落ちとる。可愛いなっけ。ちょっと行ってくる。ホップライダーのそれ。ちょっとお見せできません。めっちゃおもろい。めっちゃおもろいよみんな。進みます。狛犬さんの登場。お前ねさんの登場よ。アリンコさんでかいの発見。久しぶりに見たこのでかいの。よし行こう。上に行きます。すごい木、見て高い。
ここに観音様おる。乗り物に乗っとる。ねねねね、乗り物に乗っとるみたい。ほら来て。このさ、ここにさ、もう一個おる。観音様ってみんな知っとった？上にもう一個おる。なんかエヴァみたいやね。台湾ダムを作った方がここの方なんやって。桃太郎さんも。わ。私今度好きなんだけど、どうすればいいか。楽しい。観音菩薩様、やっぱ上になんかある。ブッダ、ブッダ様、なんかあ、これが作った人なんや。この西田様、袋に顔ある。洞窟入り口、ここですね、ここ。メイン、メイン、メイン。ほい、せっかくメインに来たんですけど、次週、次回、メインの洞窟シリーズやりたいと思いますので、ぜひ、次回も見てくださーい。バイバーイ。雲や。